今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は京野菜の川正さんに伺いました。店頭にはタケノコが、朝掘りタケノコです、いっぱい並んでいます。こんにちは。こんにちは、おはようございます。はい、おはようございます。野川邦夫さんです、よろしくお願いいたします。さあ、4月も、まあ、第2週になったのかなそうですね、はいはい、だいぶこうタケノコ出揃ってきたかなっていう感じなんですが、そうですね、どうでしょうか。あの今年はちょっと出るのが遅くて、はい、先週までは全然あの少なかったんですけど、まあ、やっとここに来て出だしてきたかなっていう感じで、まあ、先週まで、ね、まあ、全然雨がなかったんで、はい、気温も低かったですね、まあ、気温も低かったですね、はい、まあ、ちょっと想像してもらったら分かると思うんですけど、はい、前回いつ雨降ったかなぐらいの、本当です、ね、多分思い出せへんぐらいだと思うんですけど、はい、あの結構こう晴れてても雨が降ったりという、あの対してやっぱり雨量としては少ないですよね。やっぱり竹やぶに染み込ませようと思ったら、相当な量がの雨が降らんと、ちょっとの雨では全く効果がないんで、はい、竹やぶの土というとこう柔らかい、あの土ですよね、うん、そうするとシューッともうあっという間に吸い込んじゃうって、そんな感じなんですかね。そうというか、あの笹が邪魔して下まで、はい、雨が落ちてこない。ああそうなんですか、うん、はい、そういう中でこの朝掘り、京たけのこ、これ落栽もずめさん、はい、これ大体もずめさん、今日は全部もずめさん、ね、はい、塚原さんもございますが、はい、どうでしょうか、この京都の朝掘りたけのこ、うん、特徴としましては、うん、やっぱり柔らかい、白くて柔らかい、はい、のが特徴ですね、はい、お料理としてはどんな感じが合うでしょう。まあ人それぞれですけど、人それぞれどうやろうな、たけのこも美味しいし、木の芽あいも美味しいし、そうですね、まあ、はい、僕はお吸い物とかが好きですけどね。お吸い物、これはこう甘いこの朝掘りたけのこ、お吸い物にしたら美味しいですね、まあ、京都のたけのこの味が一番分かりやすいかなと思いますし、そっか、うん、あまりこう味を加えない方がタケノコの本来の味が分かる、うん、そうですね、そうですか、じゃあ木の芽と京タケノコ、うん、お吸い物、はい、今日はおすすめです、はい、ありがとうございます。